いや最近よく見ますよね。確かにね、なんかちょっとクスッと笑えてもしまうよね。おう、いやそれにしてもすっごい街中で私見たもん。なんか女子とかすごいつけたりしてない、カバンとかに。ああ、おパンチをつけてますよね。ねえ、おお、やっぱすごい人気だよな。すごいな、ポップアップとも、カバン。ああ、ポップアップさんね。うん、なんか、あ、池袋パルコとかやってたな。なるほどね、すごい人気になるんだね。お母さん、もう何よ、お母さん、年末にあんたはもう、ね、あーどうもどうも、年末に中さんです、年末の中さんね、何よ、ね、あの夢ができました。夢ってあんたも叶えたことも一個もないくせにね、コロ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 変わって何よ夢って。もう今回ほんとマジマジなのね。じゃあやりなさいよね。やるやるのね。絶対にやる。言ったからね。絶対にやる。有言実行ね。有言実行。嘘つかない。嘘つかないのね。私たちは、うん、おパンチュウサギになる。あ、知らないか。まあそうだね。かわいそうにね。かわいそうにさんのね。ああ、そう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 。作者先生のね。そうよく知ってる。キャラクターのね。ああ、そうそうそう。なるって何よ、何その、なんか、その着ぐるみの中入るみたいなこと。いや、それはもう普通に着ぐるみの中スーツアクターじゃん。それはスーツアクターになるって言ったらそういう。それ以外わからないわよ。おパンチウサギになるって言われる。おパンチウサギになる。なれないじゃん。大人気。なれないじゃん。大人気。何を言ってるの。おパンチウサギになる。なれないじゃない。なれる。なります。なんでその覚悟がある、ね、なんでそんなまっすぐな目で言えるの、そんなことを。なぜなら、夢だから、大人気。夢その、夢うん。え、本当に、私、これ現実これ。現実。夢じゃない。夢じゃない。夢であってほしい。夢を持ってるのは私たち。なんでそんな、これ現実なんだ、あんた。おパンチウサギになるってどういうことなの、あんたたちが。いや、だからもう。人間じゃない。だから人間であり、おパンチウサギであると。じゃないわよ。いや、おパンチウサギですよ。私、じゃあ、おパンチウサギ。わかった。覚悟見せる。覚悟って何よ。覚悟見せる。今回は。なんで中さんだけ残るのよ。今回は本気なんで。あ、そう。はい。そうなの。あ、はい、あ、中さん、おパンチウサギにならないのね。あ、なりますよ。え、なるの？はい。ノブくんは何をやるの？あ、だから、いや、言いませんでしたっけ？うん。二人でおパンチになるんです。二人でおパンチになる？はい、あ、おパンチウサギーできんのよね。なんでそんな満足げな顔ができんのよね。これで本気は伝わったかな。腹踊りじゃないターの、ね、違うおパンチウサギ。どこかよ。大人気のおパンチウサギですよ。大人気。やめなさい。もうやめなさい。もうやめなさい。やめなさい。で恥ずかしくないな、あんたね。何それ、おパンチじゃないじゃない。んおむつじゃないね。いや、おパンチだよ。おむつでしょ、それ。おパンチ、おパンチ。おパンチは。あんた、ほんとに。おパンチ、おパンチ。おパンチなんで。かわいそうにもあんた。だから、作者の先生ね。違うわよ。あなたたちがかわいそうなのよ、もう。え？かわいそうよ、もうあんた。いや、何があったってこれ。かわいそうにさんもかわいそうよ。かわいそうにさんはだからさ、名前ね、かわいそうじゃない。いやー、怖い。かわいい、超かわいいよ。だから、怖い。だからね、お母さん。君が悪い。だからね、お母さん。そう、デスピサロみたいになってんだよ、なんかずっと。デスピサロじゃない、デスピサロじゃない。デスピサロじゃない。デスピサロじゃないよ、おパンチウサギ。おパンチウサギだよ。怖い、めちゃくちゃ怖い、これ。ピサロじゃないよ。めちゃくちゃ怖い。ピサロじゃないよ。やめて。ピサロじゃないよ。足マンみたいなやつ。足マンじゃないよ。足マンじゃない。足マンじゃない。
アシマンだ。アシマンじゃない、おぱんちゅうさぎだって。アシマンじゃない、おぱんちゅうさぎだよ。これ君がこれはおぱんちゅうさぎだよ。もう怒られてもいい。いやいやいや、いやいや、リスペクト持ってよ。ここで終わってもいい。じゃあさ、ゴンさんじゃないんだからさ、ここで終わってもいい。おぱんちゅうさぎね、ゴンさんじゃない、ゴンさんじゃないよ。何か覚悟、覚悟でしょ、これ、ね、相当な覚悟じゃない。覚悟ありすぎる、これ相当な覚悟じゃない。あなたおっぱいしてみたい。ねえ、今回は本気を。なるって何、これでなったで、何なったな。なったな、なったな、なったなべ。これで何なったな、これで何をするの。これで、だから、東横に行ったりして、その、街、人気じゃん、やっぱり。な、これで、女子にで人気。人気になるわけないじゃん、女子。人気になって、ポップアップとかね。女子人気になるわけないじゃない。いや、女子人気だよ、女子人気だよ、女子人気。人気になるわけないじゃない、こんなの。それはさ、失礼じゃない。忘年会で大人気よ、こんなの。忘年会レベルでやる。まあまあ、忘年会。まずは忘年会から始めてもいいけど。忘年会回って。そっからゆくゆくは、ポップアップストア。あ、それめちゃくちゃありだね。ありじゃないよ。あ、もう確かに。もうめっちゃ可愛いもん。やっぱすごいな。じゃあ分かった。何よ。なんかお母さん本気分かんないんだね。本気。お姉ちゃん。何よ。私たちは何のぶかステイする、泣かさないんですよ。怖い怖い怖いのよ、この準備時間やめなさい。本気なの、私は本気なんだよ。だから足マンでやる。足マンじゃない、怖い、足マンじゃない、怖い、これ、うわ、夢に入れそう。これは最悪かもしれない、本当に。でもさ、動きとかもさ、このおぱんちゅうさぎのさ、ぬるぬる感をさ、それではどうぞ。大変ちゃう、大変、最悪、うんぽちゃめまで、うんぽちゃめまで、最悪かもしれない。なんか本当に謝んなきゃいけない気がする。何があるの？ったく、しょうがねえな。なんで君丸いんだよ。君丸いないでしょ。ねえ、君丸どこにいんの？じゃあ、ねえ、君丸出しなさいよ。ゆくゆくない？君丸ゆくゆく。なんであんた冷静な、なんでノブくんずっと冷静なのよ。ねえ、うんぽちゃめこんな頑張ってんだよね。なんでそんな、あんた冷静なのよ。やめなさい。夢のコラボやめなさい。夢のコラボやめなさい。やめなさい。足マン同士やめなさい。気持ち悪い。最悪。ひどい、ひどい、ひどい、いや、最悪、おぱんちゅうさぎ。なんで有効だったのねえ、ねえ、なんでゴッドタレントやったのよね。なんで最後ゴッドタレントやったのよ。という独自のこともできますよと。はい。なので、改まって、改まって、ご挨拶しました。腹芸集団になるってこと？腹芸集団じゃないよ。おぱんちゅうさぎとうんぽちゃんも。どこかよね。いや、ここがよ。よく書いたわね。二人で営業とかね、担当できたら。で、ゆくゆくポップスター。はい。ポップアップストア。営業って言った。営業。だから、腹芸集団じゃないですか。違う違う。会とかで。違う違う。あれ、相手の地名って。だから、営業って違うな。ただの腹芸集団。腹芸集団じゃない。腹芸集団じゃない。みんなにね、こう、そういう、ただの腹芸集団。あくまで、あくまで、おぱんちゅうさぎでもある。営業。腹芸集団じゃない。はい。でも、お金稼げる。覚悟決まりすぎなのよ、じゃあ。はい。来ました、はい。これが夢だ。笑ってたよね、その。まあ、私自然とおぱんちゅうさぎとおぱちゃまの目見ながら喋ってたわ。でしょ？自然と。そういうことです。そういうことです。うわ、あ、うわ、新宿線、うわ、すーごい、うわ、じゃあ、やっぱね、中洲さんがね、やっぱこの、うんぽちゃまのために体を今、ここに仕上げてくれたから、どうりで、このために、はい。どうりで、すごい太さになった。そう。この表情の違い、すごい、すごい。あ、すごい。あ、すごい。あ、すごい。だから、違う、これ腹芸じゃない？本当に。違う。これがおぱんちゅうさぎのうんぽちゃんの。腹芸集団になれなかったもんね。違う、かわいそうにということでね。やってる。あなたたちよ、かわいそうだもん。違う、先生ね。かわいそうです。だから、どうだい？でも、今までの夢に比べて、最も、ひどいわよ。いや、最も、示せてんのよ。夢の方針を。もう、勝手にやりなさい、もう。私知らない。あ、ちょっと、お母さん。もう、嫌だ。嫌だ、本気なんだって。こんな息子だと思いたけど。いや、ちょっと、お母さん。お母さん目、見てよ。
硬いな。なんか凝ってましたね。